プラリベンジをします。前の日に作っておいた衣、どうやら冷やすといいらしい。奥さんはどうしても粉っぽい感じが苦手で、それをどうにか改善したいんです。今日も頑張ります。お付き合いよろしくお願いいたします。お疲れ様です。奥さんです。とろみのある感じに仕上がっております。これでいけるでしょう。まずドン。おー、すごい。よいしょ。これはいける気がするぞ。はい。わっわわわわ。寝ても覚めてもヘルシオ天ぷらのことを考え続けていたこの1月下旬、果たして奥さんに希望の光は降り注ぐのであろうか。あ、皆さん天ぷらアンケートにお答えいただきありがとうございました。一番人気はエビでした。エビいけそうな気がするよ。ほら、これでヘルシオを購入して何より助かると思えたこと、それは揚げ物。跳ねない、油台が浮く、後片付け楽、控えめに行って最高。ヘルシオで天ぷらができんのは分かったわよ。みんなも天ぷらは無理って思っとっちゃろ。だけど、数パーセントの望みにかけて挑戦したいのだ。って言ってる間になんか変なことしちゃった。あ、これめちゃくちゃ、またやばいものができそう。はい、これで行くぞー。でらっしゃい。任せて調理だよ。これだよね。食材。いけー。強めで行こう。手動でしようかなとも考えたけど、やっぱり任せて調理でみんなもやろうかなって思えるような簡単さでないと意味がないよね。なんかいいかも。いい匂いがしている。ほんほん、わあ、いいかも。火が通ってるのかが気になる。揚げた天ぷらとは違うけど、衣が流れていかなかったことが嬉しい。どうですか。わあ、すごいい感じ。裏もこちらは一致団結していましたので、ポーチ、いただきます。リッタンみたいにはなったけど、ちょっと天ぷらには近づいたよね。いんげんはカリカリでとっても美味しかったので、もうこれは合格とします。問題は皆さんの好きなエビですよね。こんなむきエビじゃ誰も納得してくれんよね。やるぞー。天かすって天ぷらよね。ってことは衣にしちゃえば天ぷらになるやんって思いついた時は、本当に自分で自分を褒めたかったです。え、またインゲンって思ったよね。インゲンが好きなんです。ちなみに誰一人インゲンが一番好きって人はいなかった。あ、モロッコインゲンが好きな方はいらっしゃいました。もちろんエビも用意してあるわよ。ブラックタイガー。うん。しかも、安いエビを探しとったら、1個目のスーパーで1つだけ半額になっとって、これが。うん、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 うん。この尻尾のところに汚い汁が入ってるらしいので、どうしようかなーと悩んだ挙句、むしり取りました。はい。そんで、汚いのがこの中にもあるので、取ろうと思ったけど、ほとんど入ってませんでした。なんで？そして、まっすぐなエビの天ぷらにするには、裏に数箇所切り込みを入れて、そしてここからが大事。パンクタンになるまで潰すのがコツです。
この天かすさんに希望が詰まっている。はい、小麦粉大さじ1、水を大さじ2杯入れます。混ぜ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 、混んで天かすをつけて愛情込めて手でもくっつけます。くっついた。ほんでもうここにのせていくだけよ。こうなったらすごい見た目。はい、愛情のせて、エビの水分、エビの水分もしっかりとって衣につけます。そして天かすをどんどんつけていきましょう。念入りに。これだけ愛情込めたらもう大丈夫でしょ。隙間になんか置けそうなので、うずらをチョイス。うずらの卵の天ぷら美味しいよね。ちょっと愛がうまく乗らんけど、恐る恐る置いていきます。ちょっとこれすごいね。なんかこんなボロボロ落ちる衣の天ぷら、ヘルシオだからできることよ。はい、じゃあヘルシオに入れて、あとはスイッチを押すだけ。わっ、わー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 、なんかどうしちゃったんだろう。天ぷら作りたい、油を使いたくない、そんな気持ちがここまでのものを作ることになっちゃったんだよな。すごい、実は集合体恐怖症みたいなとこがあって、鳥肌立ちまくりながら編集しています。火が通ってるかだけ怖いので、ちょっとお上品に。いただきます。エビの乾燥なしかい。こうやってつけて、中の大当たり、やったー。ちょっと失礼して。はい、大好きなインゲン大事よ。ここはえ、嘘、ダメらしい。はい、ここで大事なのが片付けがこんだけでいいんですよ。だから諦めたくないんだよ。天ぷらの続編に乞うご期待。というわけで、天かす物語、天かす物語じゃない、天ぷら物語はまだまだ続きます。え、もうお腹いっぱいって、いや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 、まだまだこれからよ。天ぷらアンケートに答えてくださった方々の気持ちもまだ全然答えられてないけん、かき揚げだったりね、他のものも揚げていくので、続編も絶対見てください。お願いします。今日ちょっとテンションおかしかった。なぜなら天かすの天ぷらを客観視して見てみると、こんなひどい状態だったんだなって、ちょっとびっくりしちゃった。天かすって天ぷらよね。ってことは衣にしちゃえば天ぷらになるやん。こんなものを皆さんにお見せしていいのか。でもね、うずらの天ぷらが美味しすぎた。天ぷらと言っていいのか。これはまたやりたいなと思いました。インゲンの天ぷらも良さが死んでたね。インゲンの良さが。で、エビもちょっともう天ぷらとは言えない。もう微妙すぎて何も言えねえって感じでした。というわけで、今日はこれにて終了いたします。また続編も見てよね。それでは今日も最後まで、あ、これは久々のカクカクタイムが訪れております。MC の願いが通じたのか、俺は。もうこのままウインク行くけんねー。これを望んでたんだろう。
それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。あ、できちゃったじゃん。すいません。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。